ジオ SNB SNB 時々ラジオ選挙に行こうシリーズ。皆さんこんにちは。さよならニュークスベルリン、略して SNB のメンバーの南です。皆さん、今の日本の政治どう思いますか？そろそろ変化が必要じゃないかなと思いませんか？私たちが変化をもたらすことができる一つの方法があります。それは選挙に行って投票で意思表示することです。そこで10月に予定されている衆議院の選挙に向けて、みんなで選挙に行こうと少しでも盛り上げようということで、 SNB メンバーがこの音声配信をドイツからお届けしています。今日はその第3回目の放送です。この番組では、私たちがこの人に話を聞いてみたいという方をお招きして、その方のパーソナルストーリーを織り交ぜながら、政治についてどんな風に向き合っているかお話を伺います。お散歩や移動途中、家事など何か作業している最中にでも聞いていただけたら嬉しいです。それでは本日のゲストをご紹介します。ヌモポポ代表の王子ひろこさんと福原明さんです。カンボジアから今日はご出演いただいてます。王子さん、福原さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ではお二人のプロフィールをご紹介いたします。王子ひろこさんは2011年 NGO の職員としてカンボジアに移りました。在任中の2016年、カンボジア保健省とともに子どもの栄養状態の全国調査をしたことをきっかけに、子どもたちの栄養改善のために何かできないかと考えるようになりました。その後アメリカの大学院へ留学して、非営利のマネジメントを学び、2018年カンボジアに戻ってヌモポポを立ち上げられました。そして福原さん、カンボジア難民のお両親を持つ日本生まれ、20歳で帰化して2011年に初めてカンボジアに渡りました。ボランティア活動、民間企業を経験した後、アメリカ留学中にソーシャルビジネスを知り、カンボジアで栄養問題の解決を目指したヌモポポを王子さんと共同で立ち上げられました。では早速お二人にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。おそらくこのラジオを聞いている皆さんは、ヌモポポって何と思っていらっしゃると思うんですね。なので、ヌモポポの名前の意味とどんなことをされているのか教えていただけますか？はい、ヌモポポのノムはですね、カンボジアの言葉、クメール語でお菓子、おやつっていう意味ですね、うん。でポポーっていうのは空に浮かぶ雲の意味です。でその名の通り、ヌモポポーはお菓子屋さんです。で私と福原が2018年に立ち上げた事業なんですけれども、カンボジアの子どもの栄養不良を改善することを事業の目標にしています。で具体的には健康的なお菓子の販売と栄養事業の実施の2本立てで活動しています。お菓子の販売先はですね、学校、病院、それからお店なので、まあ、特に学校ではお菓子を届けることに加えて、栄養の授業なんかもしています。で、お店とか病院への販売に関しては、その食べてくれる子どもたちと直接触れ合うことができないので、栄養授業をするのは難しいんですが、お菓子のパッケージに栄養豆知識みたいな、書いたシールを貼ったりして、食材とか栄養に対する関心を高めてもらうような働きかけをしてます。なるほど。画面にあるうさぎちゃんのイラストは、ヌモポポのマスコットですか？そうですね。はい。ポポバニと言います。あ、そうです。始める前に、事業を始める前に、ちょっとした小さな、なんかマーケティング調査、マーケット調査みたいなことをして、はい、小学生の子供にいろいろアイデアをもらったんですけど、その時にみんなに好きな動物を聞いて、結構うさぎちゃんが、上位に来てたんですよね。はい。それで、ま、結構うさぎって賢者の印みたいな感じで、カンボジアで思われているので、まあ、なんかイメージがいいかなと思って、それでマスコットを作りました。ああ、そうだったんですね。
学校にね、お菓子を届けて栄養教育をするというのが活動の大きな一つの柱のようですけれども、でも今ね、カンボジアでもコロナの感染が拡大していると聞いて心配してるんですが、まあ、お二人の活動にも影響が出てるのではないですか？そうですね、その通りですね。コロナが広がり始めた2020年3月ぐらいですね、から学校の長期でのお休みが繰り返されています。で、今2021年の6月でもう1年以上経つんですけれども、2021年の2月から3度目の長期休校が始まって、まだ今でも学校再開のめどが立っていないんですね。で、販売先が減ってしまったっていうこともあって、結構事業としては大きな打撃を受けています。で、去年まではなんかとりあえず、まあ1年ぐらいね、この辛い時期を乗り越えればって思って耐えてる感じだったんですけど、やっぱりこう3度目の休校が始まった時に、あんまりもうその状況の好転が望めないというか、こう待ってても仕方ないっていうことで、今は個人のお客さんへの販売を始めたり、あとは企業のミーティングのおやつを出すケータリングみたいなことを始めたりしてます。で、栄養事業についてはですね、もう学校に行って授業するってことできなくなってしまったので、ビデオ教材を作って、Facebook とかで配信したり、あとはオンラインの授業も、始めました。最初はコロナ禍を生き残るっていう目的もちろんあって始めたんですが、意外と、事業として、なんか可能性が膨らんできたかなっていう気持ちはあります。ああ、よかった。まあでもね、そのような大変さも伴うことだと思うんですけれども、カンボジアという国でチャレンジしようと、お二人が決意させたものは何だったんですか？そうですね。なんか私最初のプロフィールでもご紹介いただいたんですけど、はい、2011年にカンボジアに NGO 職員として駐在を始めたんですね。で、それからいろんなプロジェクトを担当させてもらったんですけど、そのうちの1個に、全国の子どもの栄養状態と食事摂取状況の調査っていうのがあって、で、そこで子どもの栄養不良状態がすごく悪いっていうのをこう実感したんです。で、その時に、子どもたちの栄養改善にこう早期に介入できることを何かないかなっていうふうに思っていました。で、同時に、あとはなんかマネジメントの勉強もしてみたいなっていうふうに思っていて、で、公益性の高い事業とか、非営利の世界って、なんか根性とか熱意とか、そういうのが非常に求められてるんだけど、でもなんか同時に、開発の仕事であれば、開発学のプロであることも求められている世界だなと思っていて、で、なんか人の使い方とか、組織の回し方とか、なんか営利の世界と同じように大事なんだけど、その、マネジメントっていう観点がちょっとなんか抜けてることが多いんじゃないかなと思って、そういう観点からなんか勉強してみたいなと思って、で、留学を決めました。ね、留学した当初は、なんかその後何しようとかいうのは全然決めてなかったんですけど。あ、そうだったんですね。はい。なんかこう、いろんな選択肢を持っておこうって思っていて、例えば、また NGO に戻るっていうことも選択肢の一つだったし、自分で実際起業するっていうことも、選択肢の一個として、自分がやってみたいって勉強してるうちに思うことを選ぼうと思ったんですけど、やっぱなんかいろいろ学んでいくうちに、この学びを全部自分でやってみたらどうなるんだろうとか思ったんですよね。会計学とか、リーダーシップ論とかの授業いろいろ受けて、なんか全部これやるには、なんか自分で起業して、こう、やってみるのがなんか一番面白いんじゃないかなと思って、それでなんかソーシャルビジネスの起業を専攻するっていう決心をしました。うん、勇気がいりましたね。結構、そう、起業するってすごい勇気いるよね、みたいな感じで、クラスメートとかにも言われたんですけど、そこまで深く考えてなかったのかもしれない。あ、そうだったんです。あ、そう、それで、自分で、起業しようって思うと、起業の
企業を、まあ、先行にして事業を選んでいくと、割となんかその自分の企業のアイデアをこう話したり、友人のアイデアを聞いて、まあ、一緒にそれを練っていくっていう、そういう機会が結構多くて、そのうち一つのクラスで、こう全員がビジネスアイデアを発表するっていう課題があったんですけど、はい、その時に私は、今のノンポポの原型になるようなアイデアを発表して、そしたらすごいなんか受けが良くて、クラスの、そう、なんかクラス全員発表して、その最後に、まあ、自分が投資家だったら誰にお金を、渡すかみたいな投票して、そしたらノンポポのその原型の発表は2位になったんです。それですごい気を良くしちゃって、私。なんかこれ、企業とその私がね、もともとカンボジア、で、NGO の職員やってた時に栄養改善なんかできないかなって思ってた、その二つがね、つながったし、これなんかみんなのアイデア的にもこう支持を得られるような事業になるんじゃないかと思って、で、そこからはね、なんかいろんな人にこのアイデアをとにかく話すっていう感じにしましたね。いろんな人に聞いてもらって、なんか、アイデアを膨らませていくみたいなことをしました。なるほど。はい、原さんはどうですか？僕は、そうですね、その、アメリカ留学したときに、その、法事が、その、プレゼンをする機会のときに、まあ、僕も参加させてもらったときに、ソーシャルビジネスというものを、まあ、いろんな国の人が自分たちの国の社会問題をどう解決するか、ビジネスで解決するかというプレゼンテーションを聞いたんですよね。うん。あそこで、あ、なんかまあ、それぞれの国にやっぱ、問題があって、それをビジネスという形で解決するっていうものに、まあ、共感したっていうのが、まあ、一番最初の始まりですね。はい。でも、カンボジアで新しいことをゼロからね、スタートさせるっていうことは、小原さんとしては、一歩踏み出す勇気っていうのかな？なんかそういう勇気が必要でした？そうですね。最初始めるものは、やっぱすごい不安がやっぱすごいありましたね。うん、うん。うん。あ、でもなんかこう、まあ、何事もやっぱ始めるときって全部不安でなんか大丈夫うまくいくかなとか思うんですけど、うん、まあでもやっぱまあなんかこうやってみようっていうか、まず一歩踏み出してみようっていう気持ちになりましたね。まあそこでチャレンジしてみたいっていう気持ちがやっぱその時は強かったかなと思います。うんうんうん、素晴らしい。そして今お二人はカンボジアにお住まいですが、まあ、日本を出て海外に住むことで、改めて日本が見えてくることってあると思うんですよね。カンボジアとアメリカの経験をしているお二人が感じる習慣や考え方の違いというのはどんなものがありますか？私が一番大きく違うなって思ったのは、コミュニケーションの仕方が違うかなって思いましたね。なんかね、アメリカの、その大学院に行ってる時に、結構日本人のコミュニケーションの仕方、まあ日本人なのかアジア人なのかわからないですけど、こう聞く人の話を、まずは聞くっていうコミュニケーションの仕方をこう褒めるようなケーススタディとか結構あって、うん、でも割とアメリカ人ってもうすごい自分の主張バーンってするんですけど、私はそういうのも結構、そういう主張するっていうスタンスも結構好きだったんですよね。うん、で私はなんか若い時、まあ、中学生とかの時からこう思い返してみると、結構なんか疑問が自分の中にあったり、こう思いがあってもなんかこんなこと言ったな、なんかアホなんちゃうかと思われるかなとか、なんか先生に嫌われちゃうんじゃないかとか、そういう押し殺しちゃうようなところが結構あったんですけど、うん、大学院行ってる間にクラスメートが思うままに発言したり、なんか結構強い主張を先生に対してしたりしてるのを見て、なんかこういうやり方もあるんだみたいな感じで、うん、うん、思いましたね。で、なんかそれってどっちがいい悪いとかそういうのじゃないと思うんですよね。だからなんか違いが面白いなって思いました。なるほどね。福原さんはどうですか？そうですね。なんか、まあ、いろんな国でこう生活してみて、まあ、違うなと思うのは、その人とのその距離感みたいのが、国それぞれによってやっぱ違うなというのが感じてます。まあ、例えばですけど、カンボジア人だったら、もう結構あったその瞬間からその兄弟の人数だったり、家族構成とか、年とか、すぐ聞くんですよね。まあ、日本だと、こう、
長いこと付き合ってるとか、まあ、仕事とかの関係でも家族構成は知らないとか、うん、まあ、そういうなんか踏み込んでいいところといけないところというか、そういうのはなんか国によって違うなっていうのが、まあ面白いところだなと感じてます。あと、政治についてなんですけども、うん、その、こう、やっぱアメリカとか、そのカンボジアとかは、その、やっぱ関心がある人というか、その熱く語る人、政治について、人がやっぱ多いなっていうのを感じてます。今ちょっと聞いてて思ったんですけど、やっぱり政治の話をするにしても、なんか、日本だと、コミュニケーションで、正解を求められがちだから、結構、政治の話だと正解ってないことが多いから話しづらいんじゃないかなと思います。でもアメリカだと、その自分の考えを出すっていうことが結構大事だったから、正しいとか正しくないとかそういう以前にこう自分がこういうふうに思ってるんだということを主張することが大事だったから、それをそういう文化の中でやっぱり政治の話とかしやすかったんじゃないかなって思います。なるほどね。ありがとうございます。では、ここでちょっと今度は福原さんの人生ストーリーをお伺いしたいと思います。ご両親がカンボジア難民として日本に来られて、福原さんご自身は神奈川県でお生まれになったそうですが、ご両親はどのような経緯で日本に来られたんですか？カンボジアでは長い内戦がありました。うん、その長い内戦の中にポルポト政権というものがあって、3年8ヶ月の間に約170万人が虐されたと言われています。まあ、私の両親はそのポルポト政権の時の難民です。で、まずカンボジアから私の両親は昼間歩いていくと国が混乱していたので殺されちゃうかもしれないということだったので、当時私のお母さんは妊娠してたんですよね。その妊娠してた身重の状態で、まあ昼間歩けないので、夜の時間だけカンボジアからタイに、その一週間ぐらいかけてタイの難民キャンプまで歩いていったそうです。そうですか。そして、無事タイの難民キャンプにたどり着くことができたんですね。両親はタイのカウイダン難民キャンプにたどり着くことができました。で、その時に、難民申請というものを出せたんですけども、うん、まあ一番人気がオーストラリアで、二番目の人気はアメリカで、三番目がカナダだったっけな。私の父親はアメリカを希望してたそうなんですけど、うん、母親は当時日本に留学してる親戚がいたそうなんですよね。やっぱ知ってる人がいる国に行きたいっていうことだったので、日本に行くことを決めたそうです。それは何年ぐらいですか？1978年とかですね。当時、日本ではいわゆるインドシナ難民の受け入れをしてたっていうことですね。そうですね。当時、海外でそのインドシナ難民を助けようっていう動きがすごくあって、で、やっぱ特にその、アメリカとかは、まあ受け入れがすごく多くて、何万人規模、それオーストラリアも何万人だったんですけども、日本は最初のそのインドシナ難民の受け入れは500人だったんですよね。で、私の両親はその500人のうちですね。はい。最初は定住センターが神奈川県にあったんですけども、うん、両親はその定住センターでその職業訓練とか受けていました。まあ、そこの時に、まあ、僕が生まれました。うん、まあ、そういった環境の中にいらして、日本人の普通の学校に入学されたんですか？はい、そうですね。はい。小学校時代はどんな感じでした？そうですね。小学校時代は、他の人とはやっぱ違うなって感じていましたね。家だと、やっぱカンボジア語と日本語のミックスで会話していることが多かったんですけども、うん、そこで、なんか文化の違いもあったりとかして、その、考え方とか、そういうのがやっぱちょっと違ってたなっていうのはありますね。うん、それを感じ始めたのは、いくつぐらいの時ですか？幼稚園の時に、その、一番最初に言われたのは、その、外人って言われたんだと思うんですけど、家帰ってお母さんに、僕その、クラスの子に、外国人って言われたんだけど、それどういう意味みたいなことを聞いたのが、うん、まあ、その、他の人と違うって気づいて、一番最初のストーリーだったかなと今思います。うん、それから小学校では、そうですね。同じような経験をされましたか？それとも割とこう、みんなとこう、馴染んでいた感じですか？そうですね。友達にはすごい恵まれてて、なんかすごい楽しい小学校生活だったんですけども、うん、友達同士で喧嘩になった時、まあ人によってこう、チビとか言ったり
するじゃないですか、子供同士とか。なんですけど、僕に対してはそう喧嘩になった時はこう、カンボジアって言われるんですよね。それがすごく悔しかったんですよね。で、まあ、そう言ってくるその友達にも悔しい気持ちはあったんですけども、でもその、僕はその、わからないこと自体、自分自身にもやっぱ悔しかったっていうのをやっぱ今覚えてます。はい。それはどういうことですか？言われて、そのカンボジアって馬鹿にされてるんですけども、そのカンボジアについて何も知らない、うん、何も答えられないっていうことが悔しかったですね。はい。ご両親は、まあそういった状況を福原さんから聞いて、どんなふうにそれに受け答えていましたか？そうですね。まあ、気にするなっていうのがまあ一番の、まあ両親に言われたことと、あとまあ、そうですね、日本人にあんま舐められるなという、うんうん、そうですね、やっぱちょっと、気持ちをちょっと強く持てということをやっぱ言われました。難民であるということっていうか、まあ、外国人であるということはちょっと馬鹿にされる対象だったりすることがあるんですよね。うん、例えばなんか、ヨーロッパの人は羨ましがられるのに、東南アジアの人は馬鹿にされるみたいな傾向があったんですよね。うん、そうそう、そういうのもやっぱ悔しかった。なんかそういう、まあそれは僕だけじゃなく、両親もまあ生活の中であったと思うんですよね。うん、だからまあ、両親は僕に対してもそういう気を強く持てというか、強い気持ちでいろって言われたんだと思います。はい。じゃあ、ご両親は、まあ、国に誇りを持っていらっしゃって、日本で生活されている時もカンボジアの文化っていうのを大切に守られていたんですか？お家の中でも割とカンボジアの料理が多かったですか？はい、ああ、そうですね。多かったんですけども、ある日、まあ、団地の集合住宅地の偉い人からカンボジアって料理って結構ニンニクをすごい使うんですよね。だそのカンボジアの料理家からその出るそのニンニクの料理がきついと、家でカンボジア料理を作らないでくださいって言われたことがあったのがやっぱすごい悔しかったですね。そうすると、まあ、福原さん自身ね、やっぱり思春期の頃だったと思うんですけれども、まあ、外からもそういうふうに言われ、ご自身もなんかそういうところを受け入れられないというちょっと反発した時期っていうのもあったんですか？そうですね。やっぱ小学校の頃とかは、母親に外ではカンボジア語では喋らないでって言いました。うん、やっぱカンボジア語だと外人だって見られちゃうので、うん、それがすごく嫌だったので、お母さんにはカンボジア語喋らないでって言ってました。まあ、うん、あと、授業参観の日。カンボジアは、普段すっぴんの人が多いんですけど、うん、で結婚式にとか、その式典とかになると結構化粧バッチリして参加するってこと人が多いんですけど、まあ、授業参観の時に、うん、まあ僕のお母さんは、真っ赤な口紅をして授業参観に来た時があって、なんかすごい目立ってて、なんかその派手な化粧やめてよみたいなとかありました。うん、お母さんとしてはね、息子の日本での学校の授業参観で特別だっていうことで頑張ってお化粧して行ったんだけど、そうですね、でも思春期の福原少年としては、それが逆にその違いが目立ってしまって、はい、お母さんの気持ちとは裏腹に反発してしまったっていう。そうですね。ずっとそのカンボジアに関しては、やっぱ表面的にはまあ興味ないというか、うん、その避けるような形でしてました、ずっと。うん、多分、福原さんとしては、日本で生まれたから、カンボジアっていう、そのご両親が言うほどの誇りっていうのをどうやって持ったらいいのかっていうのも、あまり理解できなかったでしょうし、一生懸命溶け込もうとしているところで、カンボジアっていうその雰囲気が出てきてしまうってことに対して、子供ながらに反発があったっていうことですかね。そうですね。うん、なんか少しわかる感じがします。で、二十歳の時に日本国籍を取得されたということですけれども、これはご家族全員で帰化されたんですか？そうですね。はい。難民申請で来たので、うん、まあ、通常時の場合は、日本で生まれた場合っていうのは、選択できたりするらしいんですよね。二十歳の時に。で、僕はそういうことではなくて、両親が、まあ、やっぱ日本に住んでると、カンボジア人であることは、そんなにメリットにはならないことが多いんですよね。例えば面接とか、仕事の、バイトの面接とか行っても、なんか、あ、外国人かって言われちゃったりとか、なんかちょっと悔しい思いをすることが多かったんですよね。なので、まあ、一つのステータスとして、まあ、僕が二十歳になるときに、成人のプレゼントみたいな形で、じゃあみんなで帰化しようということで、家族で帰化することにしました。そうでしたか。で、その二十歳の時に、福原さんが日本国籍を取得した時のお気持ちはどんな感じでした？これでちょっと楽になれるっていうのが一番最初の印象ですね。
当時はカンボジアに来る予定はもう一切なくて、うん、もう日本で生活する予定だったので、やっぱこう目立たなくなるっていうのが良かったなと思って、例えばこう病院とかで呼ばれても、僕だけこう外人の名前だからすごい注目を浴びたりとかまあ日本人っていうだけで楽になることがあって、まあそれができて、まあほっとしたっていうのが最初ですかね。なるほど。ということは、日本人ではいない人たちが、日本に暮らすということは本当にチャレンジングなことが多いっていうことですね。そうですね、うん、でも確かにちょっとハードルは他の国に比べてやっぱ高いんじゃないかなと思います。日本人はこう日本の国内はやっぱり外国に触れ合う機会ってのはやっぱすごく少ないと思うんですよね、うんうん、なので差別というよかは国に対して知らないということが多いんじゃないかなと今になって思います。まあ、知らないっていうことから来る様々な言動が、その言ってる人はそのつもりはないけれども、受け取り側にしてみたら差別的なことになってしまうっていうことですね。やっぱり知らない、ね、知らないっていうことはそういうあの状況を作り出すっていうことですね。そうですね。まあ、福原さんはそのカンボジアにルーツを持つ日本人として、今カンボジアにいらっしゃいますよね。なんか自分のルーツがここにあるっていうような何か特別な思いはありますか？今は、すごくなんかラッキーだったなっていうのを今思ってて、なぜかというとやっぱその、まあどっちかというと僕はなんか最初は日本人になりたい、なんか普通の人になりたい、みんなと同じでありたいって思ってたんですけど、日本にも居場所があって、カンボジアにも居場所がある。二つとも僕の国って言えることはとてもすごくラッキーなことだったなと今は思ってます。素敵ですね。ありがとうございます。さて、ここまでいろいろとお二人のこれまでの歩みについてお話を伺ってきましたが、今度はちょっと話題を変えて政治選挙に移していきたいと思います。まず大地さんはカンボジアにいるときは在外投票していたんですか？はい、するようにしています。これまでにもカンボジアにいる間で 2,3 回選挙があったので、うん、在外投票っていう形で投票してきました。それはプノンペンの日本大使館。あ、そうです。はい、大使館に行って、すごいちっちゃいブースみたいなのがこう設けられているので、そこでこうチコチコ書いて投票しました。うんうん、在外投票するっていうことは、その前に選挙認証というカードを取得しなければならなくって、その手続きをしなければならないんですけれども、それを面倒とは思わず投票に行こうと思ったのはどうしてですか？そうですね。なんかその手続きが結構面倒だったっていう記憶が実はあまりなくて、駐在で来た時にすぐ在留届を出しに大使館に行って、その時全部一気に申請しちゃったんですよね。うん、で、何ヶ月後かにこのカードが送られてきてっていう感じだったので、そんなに意外と面倒ではない感じだったんですけど、うん、ですね。で、なんか日本にいた時も投票してたので、そんなに特別感が私にとってはなかったかなって思います。うん、その昔からその投票に行くっていうことがおじさんの中で当たり前だったっていうのは、周りにそういう話をしてくれる人がいらっしゃったってことですか？そうですね。なんか誰かに強くその選挙に行った方がいいよとかいうふうに言われたことはなかったんですけど、うん、両親が選挙に行く人たちだったので、私小さい時からその自分が通ってる地元の小学校が投票所になってて、で、両親が選挙に行くときに一緒について行ったりしてて、で、その、ね、大人だからできることじゃないですか。うん、で、ね、ちょっと人に見えない仕切りのある机でこう書いてやってるのとかを見たり、あとはまあ家で両親がなんか、選挙誰に入れるとか、なんかその話してたりするのを、なんかちょっとかっこいいっていうか、私もよくわからないなりに、なんかそういうの聞いたり見たりして楽しんでるっていう感じがあったんですよね。で、まあ参加はできないんだけど、ちょっと大人のこう仕事というか活動に私もなんかちょっと首を突っ込んでるみたいな感じで、それをずっと見てきたので、なのでなんか大人になって、じゃああの時自分ができなかったけど親がやってたことを、まあせっかく自分もできるようになったから、投票行こうかなみたいな感じでやってましたね。うんうんうん、なるほど。で、福原さんは、実は
今回のね、出演をお願いしたときに、生まれてこの方、投票に行ったことがないって、お聞きしたんですね。それで。はい。まあ、だから、一度も行ったことありません。にもかかわらず、こういった番組に出てくださった勇気に感謝したいと思います。ありがとうございます。でね、そうに伺ったときに、あ、それならば、その理由をね、自己分析していただいて、ぜひその理由を聞いてみたいなと思ったんですね。っていうのは、まあ私も20代の頃思い起こしてみると、政治について関心はあまり持っていなかったし、まあ、投票にも行ったり行かなかったりで、その意義をあまり理解していなかったと思いますね。で、20代後半の頃、政治について話してくれる友人が身近にいたことがきっかけで、まあ、関心を持って自分なりに考えるようになったんですよね。福原さんの場合は、まあ、選挙とか政治についての会話が身近になかったっていうことなんでしょうかね。子供の頃。そうですね。うん、はい。まあでもあの学校でのその教育でその、選挙のこととか勉強したときに、まあ、まあ、僕はそのカンボジア難民だったので、うん、まず僕が選挙権がないってことに気がついたんですよね、勉強してる最中に。ああ、なるほど。うん。だ僕に関係ないじゃんっていうのが一番最初の、関心を持たなくなったことですね。うんうん、で、まあ、二十歳になって、まあ、選挙行けるタイミングになったんですけども、わからないものをそのわからないままでいいやっていうか、そういうふうに思っていました。二十歳の時、ご家族全員で帰化されたっていうことは、ご家族も選挙権を得たということになりますけども、ご両親は投票に行ってる場面っていうのを見ましたり、そうですね、されました？一度だけ父親が、近所のおじさんが公明党の人がいるんですよね。で、公明党に一票入れたら、美味しいせんべいあげるよって父親は言われたそうで、おせんべい、はい。おせんべい。はい。で、アキラ、僕は選挙行ってくるっつって、せんべいもらえるからっつって、お父さんはその選挙行ったの。まあ、僕がその選挙の場所までバイクで連れてったのを覚えてます。なので、その父親が一回行ったのは僕も見てます。はい。そんなエピソードがあったんですね。そうですね。はい。まあ、二十歳になってから福原さんも選挙権があったけれども、知らないものはもう知らないままでいいやというふうに思われたってことなんですけれども、まあ、なかなか、まあ、知りたくてもちょっとこう、難易度が高かったんですかね。いきなりこういろんな政党の情報とかそういったものは遠かったんですかね。そうですね。政党の名前とか、まあ、名前がまずすごい難しい。なんとかなんとか党みたいなとか、なんか政策とか全然頭に入ってこないですね。うん、だからまあもっとキャッチーな言葉があれば、まあ、いいのになって思ってますけど、うん、はい。わかりやすくこう心に入ってくるような訴えをしてくれる政党がなかったということですか。そうですね。はい。なるほど。まあ、それと、まあ、なんかこう、テレビで見ると、そのなんか、やっぱこう、なんかすごい暗い顔してるじゃないですか。この人の誰かに入れろって言われても、だって、全然元気ないし、なんか、なぁ、みたいな。希望がも、見出せないみたいな。こう憧れるみたいな、強いリーダーシップ持ってるような。この人に入れたいというか、かっこいい大人みたいな人がいるといいなと思いますね。うん。では、じゃあ最後にお二人がこれから政治とどう向き合って関わっていこうと思っていらっしゃるかお聞かせいただけますか？はい、じゃあまず私から。はい。まあ今まで選挙行ったことないですけど、今はいろんなこう国に住んでみて自分一人の一票が大事っていうことがアラフォーになってようやく気がつきました。まあ今僕は知らないことは多いんですけども、知らないなりにまず行動してみることが一番大事かなと思ってます。なのでまず選挙の場所に行って自分が分からなくてもとりあえず投票を一回してみる。これが僕の今の目標です。はい。あ、素晴らしい。はい、ありがとうございます。じゃあ、おじさんいかがですか？はい。私はですね、なんか最近は結構 SNS とかで自分の意見を表明しやすくなったし、他の人の意見を聞くことも結構簡単にできるようになったなっていうふうに感じていて、私自身もチェンジオーグとかを使ってこう意思表明をするようになったんですけど、最近で言えばオリンピックの開催に反対するような署名がありましたね。行われてて、はい。私もこれ、それに署名したんですよね。
それで、署名した後って、そのアップデートとかがこうメールで回ってきたりするので、署名運動の発起人の宇都宮さんの話をなんかライブで聞く機会があって、で、それ聞いてたら、すごい過去最高の署名数が集まったというふうにおっしゃってられて、おーと思ったんですよね。で、私もそのうちの一人だとか思ってたんですけど、でもなんかよくよく聞くと、その署名すごい集まって、まあ、メディアからのね、取材もすごく増えたっていう話だったんですけど、実際その署名を首相とか大臣とかオリンピック委員会とかに送った分については反応が全くないということだったんです。で、なんかすごい私それ結構肩透かしっていうか、あ、そうだったんだと思って、やっぱりその普段の生活で意思表明をする先にいる人がやっぱりちゃんとそれを受け取ってくれる人じゃないと、この一般のね、我々庶民がこう意思表明しやすくなったとはいえ、なんか大事なところまで届かない。届けたいって思ってるところまで届かないんだと思って。で、まあ、その意思を表明したその先にいる人たちこそがやっぱり私たちが選挙で選べる人たちだから、そこの、その選ぶところから、ちゃんとやっていかないといけないなっていうふうに思って、だからやっぱり選挙大事だなっていうふうに思ってます。うん、そうですね。ありがとうございます。まあ、子供の頃ね、親御さんの影響で選挙に参加することが身近だったおじさんと、周りにそのような環境がなく、投票に行くモチベーションも持てなかった福原さんのお話から、まあ、今のね、日本の投票率が5割、まあ、つまり全有権者の半数の人が投票に行って、残りの半数の人が投票に行かないという、その背景が、まあ、少し見えてきたような気がします。でも、投票にね、行ったことがないという、福原さんも、これから政治にどう関わっていくか語ってくださったように、人はどこかのタイミングで、きっかけになることに出会って、それから変わっていくことができるんじゃないかと思いました。そして、私たち一人一人が誰かのきっかけになれたら、変化を起こしていけるんじゃないかな、というふうに思いました。はい。では、そろそろお時間が来てしまいました。おじさん、福原さん、今日はたくさんお話を聞かせてくださってありがとうございました。カンボジアのね、コロナ感染が収束して、早くノムポポの学校での活動も再開できることをお祈りしています。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ノムポポの活動をもっと知りたい方は、概要欄にホームページのリンクを掲載していますので、ぜひご覧ください。また、サポーターも募集していますので、お二人のカンボジアでの活動を支えたいと思っていただける方は、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。知っているようで、意外とちゃんと説明できない大切な事柄を、わかりやすく説明する政治の知恵袋。今回のテーマは国会です。国会とは国家権力の最高機関であり、法律を定めたり改正したりできる唯一の機関で、三権分立のうちの一つ、立法を担います。日本の場合、衆議院と参議院から構成される任政議会がこれにあたります。このことは憲法でも定められています。最近では YouTube などでも国会中継やダイジェスト、また野党の追及シーンなども見ることができるようになり、国会で何がなされているのか、テレビで報じられない情報も入ってくるようになりました。この国会の選挙で最も多くの議席を占めた政党の党首が内閣総理大臣に指名され、その政党が政権を担います。現在は自由民主党、自民党総裁の菅義偉氏が内閣総理大臣で、自民党と公明党が連立で政権を担う与党、そしてそれ以外の党が野党ということになります。国会の主な役割として、法律案と予算案の審議があります。選挙で選ばれた私たち国民の代表である国会議員が、どのような法律を作ったらよいか、それは憲法に違反していないだろうか、予算案では適切なお金の使い道がしっかり示されているかどうかといったことなどを議論し合います。例えば、国の予算案は、まず内閣が財務省と連携して作成します。内閣の閣議で承認された予算案は衆議院に提出されます。衆議院予算委員会において議論され、
衆議院本会議で予算案が賛成多数で可決されると、予算案は衆議院を通過し、次に参議院での審議に入るという流れになります。予算案は国民が払う税金の使途が示されるため、その審議は私たちにとっても大変重要なプロセスといえます。衆議院を通過した法案や予算案を参議院でもう一度審議する機会があることで、衆議院の行き過ぎをチェックすることができます。このような役割から参議院は良識の府とも呼ばれています。10月に予定されている選挙は、このまま解散がなければ4年の任期が満了になる衆議院議員の総選挙になります。このような国会という意思決定のプロセスに私たちが参加する意味でも、今回の選挙ぜひ投票に行きましょう。この情報はリベラルアーツガイドというサイトを参考にしています。様々な分野の研究者の方々によって執筆運営されていて、解説がとてもわかりやすくおすすめです。概要欄にもリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。さて、ここで在外選挙制度についてもご紹介しておきます。在外選挙制度とは、仕事や留学、移住などで海外に転居した人が外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。これによる投票を在外投票と言います。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人証というカードを持っている人です。在外選挙人の登録申請は大使館や領事館を通じて行うことができます。カード取得までに2ヶ月前後かかりますので、ご注意ください。またこれから海外に行かれる方は、渡航前に登録申請できるようになりましたので、ぜひ申請しましょう。手続き方法は総務省や在外公館のホームページで詳しく紹介されています。概要欄にもリンクを載せておきますので、ご覧ください。そしてこれをお聞きの日本にお住まいの皆さんも、投票日当日に行けない場合は期日前投票などを利用してチャンスを逃さないようにしましょう。私たちに与えられた一票を投じる権利、無駄にしないで投票に行きましょう。私も行きます。 SNB 時々ラジオ第3回目の放送、いかがでしたでしょうか。時々ラジオなので不定期な放送ではありますが、お話を聞きたい魅力的な方がたくさんいらっしゃるので、衆議院選挙に向けてこれからも放送していきます。チャンネル登録をしていただければ嬉しいです。それでは、ここまでお聞きくださった皆さん、ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。選挙に行こう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 。